皆さんこんにちは、こつばです。今回のこつばチャンネルの題名はこちら、家康亡き後の徳川幕府、2代将軍秀忠、3代将軍家光の治世を支える家臣たち、家康を支えた家臣の子供孫たちの登場。今回のこつばチャンネルは2代将軍徳川秀忠、3代将軍家光を支えた幕臣たちについて紹介したいと思います。大河ドラマどうする家康は先日終わってしまいましたが、今回はその後の2代ということで、秀忠家光を支えた家臣たちを紹介させていただきます。やはり時代の移り変わりということがあり、年齢には抗うことができず、どうする家康に登場していた三河や遠江時代から仕えている家臣たちは、1615年に奥平信政が、1616年には家康の後を追うように本多正信が、1620年には槍半蔵こと渡辺守綱が亡くなるということになります。女性陣はというと、家康の側室で結城秀康を産んだおまんの方は1620年に、先ほどの奥平信政の正室で家康の長女の亀姫は1625年まで生き、松平信康の正室で信長の娘の五徳は1636年に、家康のそば近くで切れ者の側室として活躍した阿茶の局は秀忠よりも長く生き、政子入内の際にもそれを支え、1637年に83歳という長寿を全うすることになります。そして豊臣家が滅亡することになり、この家康もその翌年の1616年にこの世を去ることになりますが、その1年に朝廷を統制するための公家諸法度や一国一条令を制定し、さらに幕府の地盤固めを行い、2代将軍秀忠に後を任せこの世を去っています。そしてこの秀忠を支えていく幕臣たちは、家康の側近として活躍した家臣の2世3世もいれば、家康の時にはそれほど価格は高くなかったですが、力をつけて幕政で活躍するようになる者たちなど、非常に面白い組み合わせの面々たちで支えていくことになります。まず秀忠家光の将軍在職期間を見てみましょう。徳川秀忠、1605年から1623年将軍職、1623年から没年の1632年まで大御所。徳川家光、1623年から没年の1651年まで将軍職。この家康亡き後で秀忠の側近を務めていた人物で、1550年から1560年代に生まれた秀忠より少し年の離れた家臣たちは主にこの3名となります。駿府から江戸に戻ってきた本多佐渡守正信の嫡男の本多上野正純、酒井歌の神家一族で家康に若くして仕えている酒井備後守忠俊、紀伊徳川家のお付家老安藤直継の弟の安藤対馬守重信。まずは本多上野正純ですが、生まれは1565年になり、秀忠よりも14歳年上の存在となっています。基本的には長きにわたり家康に仕えていることから、本格的に秀忠に仕えるのは家康が亡くなり、駿府での大御所政治が終了し、江戸に戻ってきてからとなります。父本多佐渡守正信は家康と同じ年の1616年に没しておりまして、本多八八郎家も継承しており、引き続き表舞台で立ち回っていくことになります。しかしすでに実力をつけ、古くから秀忠に仕えている家臣たちも多くおり、正純の存在はそこまで重要性が高いとは言えない状態となっています。以前の大河ドラマ葵徳川三代でも秀忠の下で政務に携わっておりますが、ことあるごとに大御所様かっこ家康であればというような発言を繰り返し、秀忠を不機嫌にしているシーンが印象的でした。次第に秀忠や秀忠側近から疎まれるようにもなってしまい、正純の言動や行動、そして本多家への恨みなどにより、最終的には1622年に改易となってしまいます。父正信は生前3万石以上は加増は受けるなと伝えていたとされますが、正信が恐れていたことがこのように起きてしまうことになります。代替わりがあれば取り巻く人材たちも変わります。世代を超えて仕えていくことの難しさを痛感することにもなります。先ほど2番目に登場した酒井歌の神家一族の酒井備後守忠俊、1559年に生まれた忠俊は酒井家2代家系の中の歌の神家となり、父は松平清康の代から仕えている酒井歌之助正親という人物になります。歌の神家の嫡流は兄重忠の家系となりますが、この忠俊の家系も相当な実力者を輩出していくことになります。やはり徳川四天王と後世で呼ばれる枠には酒井左衛門の城家の忠次がおりますので、そちらが有名になり、父の正親や兄重忠、この忠俊は表に出ないことが多いですが、実際には1561年に三河西尾城主となっており、早い時期から城主となって家康からの信任も厚く、この家系は江戸時代の幕政にとってなくてはならない一族となっています。小牧長久手の戦いで功があり、関ヶ原の戦いの際には秀忠軍に組み込まれています。
この戦後には兄とは別に1万石を拝領し、駿河田中藩で1万石を領する大名まで出世を果たすことになります。後の老中を長く務めることになり、歌の神家嫡流の兄重忠とは別方面で活躍することになるのが特徴的な人物です。個人的には歌の神家の中でも政治力に長けた相当な切れ者になるかと思います。後には駿河田中藩から武蔵川越藩に違法となり2万石を拝領、そして後には3万7千石を領する大名となっています。この頃になると忠次の酒井左衛門の城家とはかつての立場を逆転していることになります。家光の代でも引き続き政務に携わっていくことになる人物です。次は先ほど3番目に登場した安藤家の安藤対馬守重信、代々松平家に仕え戦場で散る人物が多い安藤家に生まれた重信となります。兄は家康の下で徴用され、徳川頼信のお付け家老となる安藤直次。重信も小牧長久手の戦いや第二次上田合戦にも参陣し、戦後は後の老中に就任し、下総尾身川藩2万石を領することになります。1619年には神津家高崎藩5万6千石に加増され、1621年に亡くなりますが、あとは孫の安藤重長が継ぐことになります。この安藤家はドラマなどではほとんど三河時代などでは登場することはありませんが、この後は江戸時代を通して幕政で重きを成していく一族となります。子孫たちからは老中を3組輩出することになり、1700年代の安藤信友、1800年前後に活躍した安藤信成、そして幕末に坂下門外の変の当事者となってしまう安藤信政もこの家系となります。この信政に至っては戊辰戦争において奥羽越列藩同盟に組みし、新政府軍と岩木平で激戦を繰り広げることになりますが、敗れてしまいます。拝領している領地の場所の関係ももちろんあるかと思いますが、幕末では多くの徳川譜代大名が早くから新政府に恭順する中、最後まで抵抗した勢力の一つとなっています。続いては特に秀忠政権において重きを成したこの将たちを紹介します。まずはこの人物、土井大井守利勝。秀忠政権の代表的な幕臣といえばやはりこの人物が思い浮かぶことになります。父はどうする家康でも序盤で活躍していた水野信元とも、徳川家臣土井利政とも、はたまた家康娯楽院説のある人物です。秀忠とは7歳差となり、家康より秀忠の森役を任せられることになります。徐々に頭角を現していくことになり、徳川家が関東に違法となった際には一戦国を与えられることになります。関ヶ原の戦いの際には秀忠に付き従うことになり、中山道を進むことになりますが、大した武功を挙げることがないままこの年を終わってしまいます。しかし戦後には下総尾身川藩1万石を与えられることになり、大名に列せられることになります。その後下総桜藩3万2千石に加増天保となり、老中となっています。多くの政務に関わることになりますが、それをこなし地位を固めていくことになります。家康時代の実力者本田光之助正純が改易となると、この秀忠政権において絶大な権勢を誇ることになります。そしてこの利勝は秀忠のみならず三大将軍家光にも引き続き中枢として仕えていくことになります。1625年には14万2千石に加増され、1633年には下総古賀藩16万2千石に加増違法となっています。老中の在任期間も相当長く、幕政に長きにわたり中枢として参画していることもわかります。1638年からは老中という第一線を退くことになり、大老職に任じられ、形を変えて幕政に携わることになります。この頃になると家光付きで若くして叩き上げられてきた家臣たちが頭角を現してくるタイミングとなってきておりまして、世代交代が進んでいくことになります。最終的には1644年に病でこの世を去ることになりますが、それまで大老として在職していたと言われています。その後の土井家はというと、土井家自体は土井利孝が継ぐことになります。その弟で利勝の四男には利房がおり、この利房は老中を務め、親子二代で務めたことになります。他には1800年代に老中となった土井利厚、雪の結晶の研究を行ったことで有名な土井利綱も老中を務めておりまして、江戸時代通して一族は活躍することになります。そんな譜代大名土井家も時代には抗えず、徳川家のそば近くで長きにわたり使えますが、幕末には新政府に恭順することになります。続いての秀忠を支えた将はこちら、酒井歌の神忠世。1572年生まれということで、忠世は秀忠よりは7歳ほど年上の存在となります。この世代は幼いながらも武田家はまだ健在で、信長も存命中、そして秀吉の天下統一、関ヶ原の戦い、大阪の陣を知り、かつ家光の代まで仕えていくという時代の移り変わりを見てきた世代であることが言えます。父酒井重忠、祖父は酒井正親、叔父は先ほどの酒井忠俊となり、忠俊とは叔父甥の関係で秀忠を支えていくことになります。
1590年には19歳となりますが、この時に父重忠とは別に川越に五千石を与えられておりまして、家康より秀忠付きを命じられることになります。以降は秀忠のそば近くで仕えていくことになります。1600年の関ヶ原の戦いでは秀忠に付き従い中山道を進むことになります。戦後は加増され神津家名和藩1万石を与えられ、大名に列せられることになります。叔父忠俊も1万石となっていますが、この忠世にかけられている期待が非常に大きいことがわかります。この忠世の性質は榊原康政の娘となり、康政が病で伏せってからは康政は秀忠の恩人であり、この忠世が秀忠の代わりに立林に見舞っています。1607年には歌の神となり、大阪の陣の後には神津家伊勢崎藩5万2000石まで加増され、1617年には長きにわたり徳川家を支えた父重忠がこの世を去ると医療である前橋を継ぎ、1622年にも加増があり、計12万2000石を領するところまで来ています。秀忠が大御所となり、家光が将軍となると家光付きとして老中となっています。家光の治世でも引き続き老中を務めることになりますが、西の丸留守居を務めている時に家光上洛中に火事で西の丸が全焼、その前にも脳卒中となっており、この頃から第一線を退くことになります。その後は大老に任じられたと言われておりますが、直後に没することになります。少し終盤は寂しい結果となっておりますが、この歌の神家は嫡男で榊原康政の孫にあたる酒井忠行が継ぎますが、直後に病死してしまい、酒井忠清がその後を継ぐことになります。この忠清は下馬将軍と言われるほどの権勢を誇り、老中や大老を務めています。この家系は途中で男系は途絶えてしまうことになりますが、先ほど登場した酒井忠俊の家系から養子を取り相続していくことになります。その後の家系は酒井忠純が老中となり、そして幕末の動乱の最中で老中大老となる酒井忠重、その弟酒井忠俊も老中となっています。酒井忠重はこの大混乱の幕末で幕府のために尽力していくことになります。新政府が江戸にやってきた時には徳川家との主従関係により朝廷には仕えることができないと新政府軍に伝え、新政府がその大量に苦慮したことが伝わっています。左衛門の条件も含め酒井家は特別な幕末を迎えることになります。続いての秀忠を支えた将はこちら、内藤若狭守清継。1577年生まれとなり、秀忠とは2歳年上となる清継。父清成は養子で内藤家に入った人物で、家康から重用されることになります。2万6000石を領する大名となり、家光の守役を務め幕政に携わることになります。後の老中を務めることになりますが、これからという時に41歳でこの世を去ることになります。続いての秀忠を支えた将はこちら、青山ほうきの神忠俊。青山忠成の子供として1578年に生まれています。家康そして秀忠に仕え、家光の守役を務めることになる人物です。後の老中を務めることになり、父が亡くなるとその後を継ぎ、1620年時点では武蔵岩槻藩5万5000石を領する大名となっています。家光の守役としては大河ドラマ葵徳川三代で登場しているのが印象的でした。家光が真面目に取り組まないことにたびたび還元する様子がドラマでも描かれておりましたが、家光が育てていた金魚を金魚鉢ごとぶん投げたり、熱が出ているが上洛させようとしたりと、家光が将軍となった際に免職となっているシーンが印象的です。結果的にその還元などにより上総大滝藩2万石に減封後に蟄居することになります。しかし息子の宗俊の代で許され大名に復帰することになります。子孫たちは途中青山一族内で養子を迎え入れながら続いていき、1800年代前半には青山忠広、青山忠義が老中を務めることになります。幕末はこの青山家は丹波篠山藩を領しておりまして、譜代の名門でありますが、最終的には新政府に恭順することになります。続いて秀忠を支えた将はこちら、井上和江守正成。1577年生まれということで、秀忠の2歳年上となる正成。井上家の家祖については謎が多く、父は井上清秀となり、大須賀安高に属していたと言われています。そして江戸時代よりも前には井上家はあまり注目される存在ではありませんでしたが、この正成、弟の正成からその名を高めていくことになります。1590年には秀忠付きとなり、後の世で活躍するための準備期間をここで過ごすことになります。1606年には小将組番頭となり、確実に階段を上っていくことになります。大阪の陣にも出陣し、1622年には遠江横須賀藩5万2000石を領することになり、老中となっています。しかしこの正成に悲劇的な最後が訪れることになります。豊島信光の仲介で正成の息子と大阪町奉行の島田直時の娘が縁組することになりますが、それが鳥居成次の娘との縁組により破談となり、面目が丸つぶれとなった豊島信光は江戸城で正成を刺し殺害し、自身も自害して果ててしまっています。井上家時代にお咎めはなく、子供の正俊が継ぐことになります。
1700年代には井上政宗、井上政経、1800年代には井上政春、井上政直と多くの老中を輩出する家柄となっています。幕末には新政府に恭順し、戊辰戦争にも参戦することになります。秀忠を支えた将としては最後の紹介です。永井信濃の守直政、父は小牧長久手の戦いであの池田恒興を討ち取った永井直勝となります。1587年生まれとなりますので、秀忠より8歳年下となっています。秀忠の故障となっている人物です。父とは別に1万5千石を与えられておりまして、本田正純改易のタイミングで老中となっています。父直勝が亡くなると医療の下宇佐古賀藩を含め計8万9千石を納めることになります。後に山城淀藩10万石に加増添封され、上方の統治に尽力していくことになります。しかしこの永井家の繁栄は長くは続かないことになります。直勝から数えて4代目の永井直長が増上寺で行われた4代将軍家綱の法要で内藤家の内藤忠勝に刺殺されるという大事件が起きています。この経緯には遺恨があったり不和があったりなど諸説ありますが、これにより永井家は改易となってしまいます。過去には先祖同士共に家康に仕え、戦場において破業に貢献しておりますが、半世紀以上経過し悲しい出来事がこのように起きてしまいます。しかしその後弟の永井直光が1万石を大和新城藩で与えられ、永井家を継ぐことが許されています。その後は永井家は老中を輩出せず、幕末まで続いていくことになります。続いては家光を支えた将たちです。ほとんどが秀忠時代からすでに仕えている人物が多いのも特徴的です。そしてこの世代は特に優秀な人材たちが多いです。まずはこの人物、井伊家紋の守直隆。どうする家康も大活躍した井伊直政の次男の井伊直隆。父が家康の下で井伊家を復活させ、それを引き継ぎさらに基盤を固めていくことになります。そして家光の治世になってからは大政参与となり、家光を支えていくことになります。加増を受け30万石を領し、譜代の中では大大名となっています。大政参与、大老就任についても諸説あるものの、どうする家康登場人物の次世代として江戸初期の幕政に大きく貢献していくことになります。続いてはこの人物。この人物もどうする家康に登場した家臣の次世代の人物となります。松平下宇佐の守忠明。父は長篠城を武田軍から守り抜いた将奥平信政、母亀姫は家康の娘となり、家康の孫にあたるこの忠明となります。家康秀忠家光の絶大な信頼を得ている徳川一門となり、大阪の陣の後には荒廃した大阪の復興に尽力することになります。1639年には播磨姫路藩18万石へ加増移封され、西国の監視を担うことになります。子孫たちからは老中に就任する子孫はおりませんでしたが、幕末まで続いていき、明治維新に際しては新政府に恭順することになります。続いても家光から絶大な信頼を誇るこの人物、堺讃岐の守忠勝。父は先ほど秀忠のところで紹介した堺備後守忠俊。1587年生まれとなり、秀忠より8歳年下の忠勝。1600年の関ヶ原の戦いには秀忠軍として第二次上田合戦に参陣し、これが初陣となっています。この忠勝も父とは別に武蔵深谷藩1万石を与えられておりまして、1624年に老中となっています。そして何といってもこの忠勝は若さ一国を与えられ、小浜藩12万3500石を領する国持ち大名に譜代で唯一なっている人物です。そして後に大老にも就任することになります。家光とは相当良好な関係を築いており、堺歌の神家一族の中でもトップの能力を誇る人材となります。幕政に参画しながらも藩政にも注視しておりまして、行政手腕の高さを感じることができます。続いても家光の信任の厚いこの人物、松平伊豆の守信綱。知恵伊豆と呼ばれ、家光からこの人物も絶大な信頼を得ることになります。松平姓ということで、どの松平家なのだということに興味がいってしまいます。結論、大河内松平家となりますが、元をたどると長沢松平家となります。父は徳川家臣の大河内久綱、その弟には松平正綱がいます。この叔父にあたる正綱が長沢松平家の支流の養子となり、松平正綱となっています。そして正綱の養子となり、松平信綱が誕生することになります。なのでもともとは松平一族ではないということになります。1623年には小将組番頭となり、守護家伊豆の守に叙位任官されることになります。家光より老中に任じられ、幕政に大きく貢献していくことになります。1637年に起きた島原の乱では、総大将板倉重政の討ち死ににより、途中より総大将を務め乱を鎮圧することになります。この戦いでは戸田氏金も負傷し、信綱の家臣にも多数の死傷者が出ています。家光没後は家綱を支えていくことになります。子孫では松平信時、
松平信明、松平信頼が老中を務めておりまして、子孫も幕閣に名を連ねていくことになります。続いては行政手腕に長けたこの逸材、安倍豊後の神忠明。1602年生まれとなり、関ヶ原の戦いの後に生まれている世代となります。父は安倍忠義となり、母は大須賀康隆の娘となります。榊原康政も大須賀康隆の娘を妻として迎えておりますので、榊原家とはいとこの間柄となります。この時代には相当な実力者が多数出ておりますが、この忠明は柔軟な対応力を持った名君となります。老中を務め、先ほどの信綱と共に家光を支えていき、家綱の代でも引き続き幕政に携わっています。続いては春日の局の息子であるこの人物、稲葉丹後の神正勝。父は稲葉正成、母は家光の乳母の春日の局、ある種特別な状況にある人物と言えます。父は元は秀吉に仕えていた人物です。1597年生まれとなり、この時父は小早川秀明の家老という身分になります。家光の小姓として仕え、27歳という若さで後の老中を務めることになります。相模小田原藩8万5000石を領することになります。しかし体を壊し、1634年に38歳という若さでこの世を去ることになります。子孫からは子供の稲葉正則が老中、大政参与を務め、子孫の稲葉正道、途中養子を取りながらもその中で稲葉正国が老中となっています。本日最後はこの人物、堀田加賀の神政盛。この堀田家は先ほどの稲葉家とともに徳川家の三河時代からの家臣ではないことが特徴的となります。父は堀田正義で、当初信長に仕えますが、浅野長政や小早川秀明に仕えることになります。そして母は稲葉正成の娘となりますので、先ほどの稲葉正勝とも近しい間柄となります。1635年には老中に就任し、武蔵川越藩3万5千石を領することになります。もともとは旗本だったので大出世となっています。そして1638年には信濃松本藩10万石に加増天保となり、大政参与として家光を支えていくことになります。そして家光より信任が厚かったこの堀田正盛は、家光が亡くなると殉死を選択し、44歳でこの世を去ることになります。この堀田家からは幕府で重役に就く人物を多く輩出しておりまして、堀田正敏は老中、そして大老に堀田正助も老中、そして幕末の老中堀田正義もこの正盛の子孫となります。ということで、今回は家康亡き後、秀忠家光を支えた重臣たちを紹介させていただきました。多くの人物が家康と共に徳川家の派業に付き従った人物の世代の2代目3代目となっておりまして、その中にはどうする家康で登場していた人物たちの子供たちもいることがわかります。そして江戸時代通して家康時代には日の目を浴びていなかった一族が太平の世だからこそ実力を発揮し、旗本から大名、そして老中などにもなっていることもあり、その時代時代で生き方が変わり、それは先祖があまり関係していなかったり、実力で上り詰めていく者も多くいることが感慨深いです。今回は要職を務めた一部の紹介でしたが、他にもこの時代に活躍した優秀な幕臣たちは多くおりますので、別の機会で触れていけたらと思います。大河ドラマはしばらく戦乱の世シリーズから少し離れることになりますが、引き続き様々な時代を違う角度で動画を企画して投稿していけたらと思います。本日は小鍔チャンネル、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。